書道は私のが生きるツールみたいな感じです。ないとちょっとどうしたらいいかわからない。私の名前は木村翼と言います。私は今大阪に住んでいます。日本で書道をの作品を作ったり教えたりパフォーマンスをしたり、世界中でワークショップ書道を教えたりをしています。あんまり自分の感情が乱れてたりとか忙しかったりとか、周りがガヤガヤしてる時は作らないって決めてます。無理をしないということになるのかな。調和が取れてる瞬間に書きます。書道はもう瞬間芸術って言われてるので本当に早いです。時計とかで見たらすごい短い時間なんですけども、でもそれまでのいろんな蓄積とか練習とかそういうのがその瞬間に出てくるっていう感じです。ものすごくこう自分に負荷をかけるようにしてます。例えば自分で筆を作って、鳥の筆を100本作って、それも普通の筆だともうコントロールができてしまうので、新しい表現に至らなくて、動きが読めない筆を自分で作って、すぐにできないという作品を作るようには心がけてます。その初期の頃の作品スタイルは、文字をすごくきれいに正しく書くんだけれども、こう文字の線として見れないぐらいのボリュームを作って、一つのこう景色だったり画面とか、まあ世界に作り上げるという作品スタイルだったんですけど、今はもうちょっとこの目に収まるサイズを、繊細な線が出るような表現を模索しているという感じです。いろんなことは求めないです。私の作品がその人の生まれ育って得ている性格とか価値観とかの中に入り込めばいいなと思ってます。私がこうしてくれ、こう見てくれとは一切思わないです。それぞれに楽しんでいただけたらなと思ってます。